皆さんこんにちは。ここは大阪のオフィス街淀屋橋です。今から住友ビルを見に行きましょうというか、もう目の前に見えています。住友ビルには新旧2つあります。今目の前にあるのが新住友ビルディング。隣の住友ビルが昭和30年代に過密になったので建てられました。1962年竣工、住友グループ各社が入りました。隣の住友ビルは1926年竣工、旧住友財閥の拠点となります。こちらが古い方の住友ビルです。現在は正式名称三井住友銀行大阪本店ビルと言います。